じゃあ戻ろう。そう、何も映ってねえっていう人は一回 FT 押してもらっていいですかね。 OK ですか。じゃあやろうか。はい、じゃあ改めまして、じゃあ改めまして、はい、自己紹介じゃないですけども、これが主人公のルシウスでーす。ルシウスでーす。はい。で、彼なんですけども、まあ、このゲームの趣旨を言うと、このゲームのこのルシウスって男の子は悪魔の力を宿ってます。この子は悪魔の力を宿ってます。はい。この子は悪魔の力を宿っております。ですので、この子を使って、この屋敷の中にいる人たちをどんどん殺していきます。超能力の力を使って。で、まあ前回は、いろんなね、使用人の人とか、業者の人とか、ね、どんどん殺していって、今回メイド長を、まあ、やるかっていう感じになってる人なんですよね。まあ、その、ルシウスは、もう、お、新しいアイテム手に入った。今回はどういうのをターゲットにするのか。エンプティーウォーターボトル。ああ、なるほど。あれ、こうか。で、この辺が今アイテムですね。使う。こういうアイテムを使って、まあ、いろいろと、その殺し方をこう、いろんな殺し方のバリエーションがあるので、それを使ってやります。ただし、家族の人に見られたら、ダメなので、プチステルス要素があります。びっくり要素はそこまでないですね。どちらかというと、殺されるシーンが結構エグいんで、そういうのが苦手って人は、ちょっと、まあ、気をつけた方がいいかもしれないです。そういえば、子供がこういうのって言ったら、中国で、なんか7歳ぐらいの男の子が、なんか23人の児童を、なんかお医者さんごっこっていう風に、装ってなんかすごいなんか性的暴行を加えてたっていうことでなんか逮捕されたっていう事件がありましたね。そういえば、あ、とかまずい、こうじゃない、こうだ。それ聞いてちょっとおぞましいなと思いました。よしよし。そうそうそう、えげつなかったですよ。なんかね、女の子の男の子10人女の子が12人ぐらい確かなんか被害があって、そのうちの女の子一人は処女膜破れてたりとか、なんか、肛門のになんか、傷を負ってたりとか、で、それが一人だけじゃなくて、なんか何人もの、こう囲って、なんか、やっとったっていうので、恐ろしいなと思いました。やめて、そういうことっていう。頭おかしいやろうと思います。そう。で、もうなんか見張り役立てててやってたらしいですよ。怖っ。メイド長2階か。ちょっと待ってください。あ、オッケー。で、あと、まあ、話題となっていえばそうだ。私もちょっとツイッターで書いたけども、ね、実況者、幾多の実況者たちが、どんどん顔バレしていってるってことについてなんですけども、私は、思うに、いや、あんなことして何になるのって思いながらね。まあ、中にはね、本当に、見バレとかが嫌って、そう、隠してた人たちもいるわけなんで、そういうとこを考えると、ちょっとまあ、その方々ってすごい、もう今後すごいやりづらくなるだろうなっていう意味を含めたら、やんじゃねえよっていうね、思いつつも、あと、やった本人もなんか、それをやったことですげえ優越感下手ったかもしれないけども、本当のファンだったらそんなのを見て、じゃあ僕、私、その人の、その人のファンやめますっていうようなね、なんかね、なんだろう、甘い考え持ってる人がいるんだったらね、そもそも実況好きになんじゃねえよと思うんですよね。そう。単純にそうだね。嫌がらせしたいとか、あとはそういう優越感浸りたいんだろうね。なんかそういうことしたことによって。ざまあ見ろみたいな。いや、全然ざまあでもないですよって思うよ。そう。むしろね、それでもなんか、なんも思わずに、逆にそれをネタにしたりとかね。やってる人とか、まあそれをこうバネにしたりとか、する人ですよ。やっぱする人が、やっぱ、僕はそれ見て、さすがやなと思いました。かっこいいなと思った。逆に好感度持つよ、本当に。さすがと思って。なのでね、本当だから顔バレたからといって、なんか、ああ、やばいやばいって思う人はいないと思いますよ、そこまで。
それを期待してやったんだったらバカじゃねえのって思う。そう、だから本当に無理だって思う人は出てないっすから。まあでも今回そういう、多分その中にはそういう人もいたと思うので、そういう人に関して、そういう人に対しては本当に流出した人はちょっと今後法的着地が取られると思いますので、その辺は確保しておいた方がいいかもしれないですよという思いがあります。そう、ほらかも本当にもう大変でした。はい、ということで以上です。こっちか。あ、そういえば前回このお姉ちゃんのパンチラ覗こうと思って、階段のところから覗こうと思ったけど覗けなかったよな。よいしょ。そうそう、目噛まれなくてよかったし、顔面でね、うんこおしっこされなくてよかった。いたいた、いたわ今回のターゲット見てる自分たちの大爆笑。そうだね。あ、更新されましたね。これ Q ボタンで情報更新を確認すると。 OKOK。 ハリネズミはまあ痛いは痛いっすよ。うん、このゲームどんなゲームなんですか。まあ、屋敷の中にいる人たちをまあいろいろこう殺していくゲームですまあ今のところ4人ぐらい殺害します。彼はまあこの主人公が悪魔の力を宿ってるんで、まあ、その力を使ってやっていくって感じです。いや、そうそう She is the meanest of them all. Her cardinal sin gluttony might be something that will get her killed. I'll find the way to make her suffer. どういうこと？ストーリーはね、一応ありますよ。ここの屋敷の家族を全員殺すっていうストーリー。あれ？あれ？ルシウス、パンツは？パンツ、パンツ。パンツ、パンツないわ。パン、あったあったあった。パンツないわ、パンツ。そう、パンツ持ちの少年がね。これパンツ持ちなんですよ、これ。ちょっと逆光してるからやけど、こうだね。ほら、パンツ。えへへ。パンツ。そうですね、オーメン的な感じです。で、このメイドどうやって殺そうか。うわー、嬉しくねえ、アングル。こいつね、このパン、これ、こういう風に見れても嬉しくないな。毒殺ね。腹減ってるって言ってるから、多分、飯食うところに行くんかな？食事どころは、とりあえず1階だったの確か。やっほー。 Are you all right, son? 保安官っぽいね、テネンス。で、食事どころ探しに行きましょう。ああ、そう、おかんがね、多分ラスボスかな、やっぱり。そうだ、そうっすよね。やっぱ食べ物の中に仕込むんかなと私もそう思ってます。そのためには食事所に行かないといけないだろうな。あと何人生きてるか、何人生きてるんだろう。あのね、ここの家ね、すっげえ金持ちの家なんで、そもそも何人いるのかすらも分かんない。ガレージの近くか。ちょっと待ってよ。とりあえずこっちか。多分ね、ハングリー言うてるんで、ハングリーって言ってるんで、多分そのメイドさんが出す食事のやつに毒仕込んで殺せばいいと思うんすよね。そう、ポイズンクッキング。ルシウス君を攻撃する人はいないのかということなんですけども、ルシウスの力って悪魔の力なんで、お部屋の中に例えば十字架とかがあったりすると、その力が使えなかったりしますし、あとは、お、なんだ？なんでこれ、ほこり取りが落ちてるの？こんなところに。あとは、ルシウスが、その、なんかをやってるときに、例えば誰かが来ると、特におかんすけども、おかんが来たら、見つかっちゃって、ダメってなっちゃいますんで。で、今までの、今までの殺害の手段は、よければプレイムってサイトの方で見ると、まあ、どういうことやってきたかは、まあ、見れるんですけども、まず簡単に言うと、冷凍室に閉じ込めたり、あとは、冷凍室に人閉じ込めたり、
ガスコンロに細工して、それでタバコに火つけようかなと思ったら、顔面ファイヤーして死んじゃった人もいれば、あとは、ピアノが落ちて、そのまま顔面ぐしゃっていったりとかですね。いや、結構えげつないですよ、だからシーン。結構えぐいシーン多いですよ。あの、肉カッター切るやつとかを、ちょっと、こう、そう、ピアノのやつが一番よかったな。要はサイコキネシスの力使って、椅子をガターンって落として、んで、こう、ね、殺したんでね。あれはエグかった。さて、キッチンに来ましたが、キッチンにやってきました。で、多分食事、なんだろうね。まずは冷蔵庫。ああ、なるほど。冷蔵庫。ん？冷蔵庫、冷蔵庫、ここか？あ、じゃあこれ冷凍庫や。そうそう、前は、第1回目はここにメイドを閉じ込めて、誰か、誰かいませんかって感じであって、投資させました。あれ？どこだ？冷蔵庫がないな。あ、ちなみにこのルシウスのこのゲームなんですけど、こうやってね感性の法則が当たるんで、こうやってやるとウィーンって力弱えなーって。ルシウス本体は力弱いですからね。こうやってウィーン。このゲーム、まあオーメンを、まあそうですね、オマージュしたゲームっていう風に言えば、ちょっとなんかたまに変なシーン映るなーと思ったらパンツ伸びすぎやろパンツのゴム伸びすぎやろ、ちょっとすげえ伸びるな、伸ば戻ったすげえな。バイキングとかビュッフェとか食べに行くときのにはもう欠かせないね、パンツ。あ、これ何、ゴミ？ゴミか。こんなんいらん。私はパンツが欲しいんです、この伸縮自在のパンツ。あ、そういえば知り合いにパンツの歌を歌ってる人いましたね。オリジナルで。ダクテンっていうやつなんですけど。あの、ニコニコ動画に歌上がってるんで、よかったら皆さん聴いてあげてください。ダクテンパンツの歌ってる。パンツー、パンツーって。って歌があるので。多分これ、リム会長とか見てるんやったら多分知ってるって言うかもしれない。ダクテンのことを知ってる人がいたら多分それを知ってると思うよ。でもキッチンなんもなかったな、そういえば。そう、かぶりたいですね。階段降りて突き当たりの部屋で、あとゴミ捨てなさいってノートに書いてあった。え、マジで？ちょっと待って、ゴミ捨てなさいだったら、ちょっともう一回ノート見ようか。どの辺だったっけな。あ、これか。 Take out the garbage。 そうだ、この辺もあったんだな、こういうミニゲーム的なやつ。このゲーム動画に当てる予定ありますか？あ、ありますよ。プレイムっていうサイトの方にアーカイブとして残してるので、だから第1回目から、まあ、やってるので、もしよかったらその1回目の放送分、ちょっと画質汚くて申し訳ないんですけども、はい、あのやってるのはあるので、ぜひぜひお時間の時に見ていただければ幸いです。夏のアニメ見てますか？いやー、見てないんすよね、私。でもね、監獄学園というのはちょっと気になってます。プリズム学園か。プレイム、そうそう、プレイムってやつです。あのね、動画説明文のところに、あの、サイトの紹介のやつ、URL 載ってますので、そこ行っていただけたら、私のプレイムサイト見れます。ちょっとアカウント登録必要ですけども、そんな、あの、お金取るはアカウントじゃないので、あの、Twitter とかやってても、それですぐログインできるんで。はい、ぜひぜひご覧ください。で、ちょっとこの女の子、多分あ、この女の子についていけば何かあると思ったけども、なんかありそうやな、やっぱり。よいしょ、よかった、ついてきててよかった。あー、やっぱりそういうことか。あ、ちょやっぱり持っていってるね。
これ持って行ってますよね、名刺。ジョビ、ジョビタ？ジョビタ？なんかノビタみたいな名前やけど。大事なの。そうよ、大事なパンツやから、ね、これ伸縮自在の。これビュッフェとか行った時皆さん必須ですよ。もうお腹いっぱいになってもパンパンになってもね。ゴム緩やかやから。これ持って行ってますよね、確かに。絶対これメイド長のところまで持っていくつもりでしょ、この子。ね、この伸縮自在になってるパンツ履いてや、目の前で。ってお願いしたら聞くもんが、聞くのがメイドさんじゃないんですか。僕この屋敷の主ですよ、主の息子ですよ。これ何ゲー、これね、殺人ゲーっていうのかな。もともとホラーって書いてたんで、ホラーなんだと思いながらやってみたらね、意外とこのステルス、ちょっとステルス入った殺人ゲーです。そう、時期あるじゃん、そう。だからこのパンツ履いてや。ね。そのハンバーガーじゃなくて、このパンツ履いてや。で、よしよし、よし、ここや、ここや、ここや。くっ！見れへんかった。こらって感じに、はい、言われたわけですか。ほらやっぱり持って行ってる。なるほど、持って行ってるはいるね、やっぱり持って行っていますよね、やっぱりこの子。だからそのハンバーガーに、このハンバーガー、まあ、サンドイッチかなんかに、なんかすればいいんかな。あれ、どこ行ったあの子。ここじゃないのか。生放送初見という方いらっしゃいませ。私、ゲーム実況者のカマクビと申します。以後、よろしくお願いします。よいしょ、よいしょ。いい声。いい声でしょ。どうも、カマクビと申します。以後、よろしくお願いします。好きな言葉は、我思うゆえには我あり。そして好きな体位はタッチバックです。さて、そんなことは置いといて、あ、どうも初見さんいらっしゃいませ。いいよねタッチバック、そういいよね、本当に。財はね、私ね、苦手なんすよね、自分自身が。対面財か。ああ、なるほどな。あれもね、お新しいパンツ。あれ？ジョディバー。あ、よければですね、初めて見ますって方は、第1回目から第2回までね、やってる。やつが生放送アーカイブっていうのが、あのプレイムってサイトの方に、動画を上げてますので、よければそちらをご覧ください。あ、ツバメ返しね、立花右京やな。ちょっとまず立ちバックで掘られたいって書いてる人はないやよ。男か、ここだよな。ここに、あ、ここにあるな、パンが。リム会長が反応したと、財がむずいの分かる。うん、でしょ。そう、なんかね、あんまり入れた感覚にならないんだよな。ね、抜けやすいのよね。あとはもうずいぶん前やから、もうまずどういう感覚か忘れちゃったけど、よし、
じゃあとりあえず真面目にちょっと何を仕込めばいいだろう。多分アイテム足りねえんじゃねえかな。このエンプティ使ったところでっていうのがあるけど、でこのもう一つの力を使ってもね多分反応しないんで、多分ガレージか。あ、ガレージにね。なるほどなるほど。おー、ぶね、おかんいるやないか、青。まあ今別に何もしないからいいんだけど。なんか光ってなかった。え、嘘嘘嘘。どこどこ？いや、気のせいじゃないかね。まあいいや、とりあえず、机の上？マジで？これ？多分椅子の光沢じゃないですかね。あー、まっ、よし。あんまり押しすぎると、シフトキー2回押しすぎるとテースターが反応するからな。何もないっすね、机の上。でもガレージに行ってみますか、一回。確かに農薬的なやつとかを入れて殺せばいい。今日はどのぐらいなんですかってことなんですけど、まあ、22時ぐらいかなって考えてます。なんでせめてメイド長ぐらい殺そう、せめてメイド長ぐらい殺そう。ちょっとなんかトークでずっとなんか盛り上がっててもしゃあないからな。よいしょ。ゲームをちゃんと進めないと。あー、ガレージの地下か。はい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 。解消工具になる。そうそうす。そう、ペースターさんがね、暴れるんでね。どこ行けばいいかな。あ、とか、何度も何、すいませんね。よく言い忘れてて、申し訳ないと思うことも多いんですけども、コミュニティ参加してくれる方、本当にありがとうございます。パンツもどっか行っちゃったしな、大事な。今はどこにいる？こっちいるから。オッケー。地図のブロッコリー？あー、これ多分中庭のことっすね。中庭って何かあったかな？間違えた。そう、ブロッコリーね。ぷっからり。ぷっからり。ぷっからっす。ぷっこちゃん。鳩嫁か。ここね。ここでしょ？ここですね。中庭です。でも中庭にあるか？農薬的な。ああ、そうだ。で、この前、これ、そうだ。見て、チンポ、チンコちっちゃいなーと思って、そう、銅像に対して言ったんだった。で、こいつ明らかにしこってるやろっていうのを、そう、前回言ってましたね。そう、このポーズ。この、こいつ明らかに今からさあ僕を何するよって感じの顔しとるやないかっていうね。で、それに対してこれ注意してるんだったな。こらーって感じ。まだ10年早いわーみたいな。で、これ石とか持てんだよね、確か。お、ニューインベントリーアイテム、石が。そして、何か意味を表すかのようなカラス。石が、まあ何かに使えるであろうけども。R18 だからって好き勝手やがる。言わせてもらうよ。R18 じゃなくても好き勝手言うよ。それが僕の放送だもん。それでも一度もバンになったことはありません。まあそこ自慢することじゃないけどね。お、これは何か使えそうですね。これ、おいおいかな？コンプレッサーか。ははははは。これ、この辺かな？あ、ダメか。こっちとか。違う。こっちは？違う。こっちは？違う。この辺のとかも完全に殺害使えそうな感じはするんやけどな。
ルシウス君ね、10歳ぐらいですかね、これ年齢的に。でもね、こういう下ネタばっか言って、こうあの川首さんって本当に節度ないわと思われてね、減っていくんでしょうねと思うとね、ごめんなさいね、僕こんなんですっていうふうに思うしかないですよ。だってね、そんなね、なんかいろいろ自分を嘘を偽ってさ、で後になってチクショーって思うぐらいだったらさ、言える時に言った方がさ、いいよね。でそれに対して、あ、わかるとかね、あ、私もそう思いますとかね、むしろ私もその下ネタとか全然いけますとか言う人の方が俺好きやもん、本当に。そう、下ネタがないと川崎さんじゃない、ありがとう。もうそう言ってくれる人たちみんな好き。そう、もうす、あの自分に正直ですっていう人はもう好き。下ネタは違う。はい、じゃあちょっと本題に戻ろう。